ちょっとすいません。ライネットチャンピオンのフェイリスさんは今どこにいるか知ってますか？ああ、ライネットチャンピオンのフェイリスさん？聞いたかよお前ら。知っているなら教えてほしいんですが。てめえ、あの元チャンプの仲間か。未だにチャンプ呼ばわりする奴がいることになる。いいか、俺の前で二度とフェイリスなんていう脳眼中な女をチャンプと呼ぶ。それが嫌だというのか。ストリートシーンにおいてこの黒の絶対霊どころシドス様、身も心も凍らされる限りを決めろ。俺は死だ。数字の4に温度に乗る死。秋葉に降臨した最強の伊達丸ライネット。誰もこの高みには近づけさせねえ。知ってるか？ドライアイスは肌を火傷させるんだぜ。それは火傷ではなく凍傷だ。何？
ちや様でしょうか。岡部と言います。フェイリルミホさんは帰ってますか。少々お待ちくださいませ。やっと会えた。お前に聞きたいことがある。ふにゃー、一体どうしたんだ。元気がないようだ。こんなことありえない。どうしてフェイリスが負けなきゃいけないのにゃ。あいつらの卑怯な邪魔がにゃければ、あいつら寄ってたかってフェイリスの妨害を。絶対に勝つって約束したのに、パパきっとがっかりしてるにゃ。合わせる顔がないにゃ。フェイリス、聞いてくれ。お前は以前、俺たちが発明したタイムマシンで D メールを送った。そのことを覚えているか。例えば考えてみる。この秋葉にはもともとアニメやゲームなどの萌え系グッズを売るショップがたくさんあった。もし仮にお前がタイムマシンを作って、そんな秋葉を今のような電気街にするとしたら、どういう方法で。タイムマシン。何を。
マシンって本当なのかにゃ。ああ、事実だ。信じるにゃ。気がするのにゃ。ま、本当か？フェイリスはタイムマシンに乗ってビューンと。何？お前が使ったのは過去へ送ることのできる D メールなんだが。にゃにゃ、そうにゃ。まただんだん思い出してきたにゃ。痛いにゃ。これはどういうことだ。頭の中がぐちゃぐちゃになりそうにゃ。しっかりしろ。俺にできることはなんだ。勝てれば思い出せるかもにゃ。何？勝つって何に？バイラルアタッカーズにゃ。今日の決勝の相手だったにゃ。でも卑怯な妨害行為にあって負けちゃったのにゃ。そのせいでフェイリスは頭の中がぐちゃぐちゃで思い出すものも思い出せないのにゃ。お願いにゃ、キョーマ。フェイリスは決勝で勝てさえすれば全部思い出すと思うのにゃ。だからタイムマシンを使わせて。なあお前、ちなみにこれは演技じゃないよな。何のことかにゃ。それを演技だなんて言われて傷ついたんです。あ、いや、すまない。欲しいのにゃ。
の言う通りにする。本当かにゃん。ああ、どうしても記憶を取り戻してもらいたいからな。ふにゃ、なんで避けるにゃ。いや、お前が慣れ慣れしすぎるのだ。これから俺は今日の朝へと飛んでお前に助言を与える。これでお前は決勝に勝てるはずだ。それでいいな。メールを送るんじゃないのかな。すでに我がラボでは意識を過去へとタイムリープさせることが可能な装置を開発済みだ。すごいにゃん。つまり強くてニューゲームってことだにゃ。そういうことだ。だったらそれを使ってフェイリスを今日の朝に飛ばしてくれればバッチリにゃ。ダメだ。にゃ、なんでにゃ。タイムリープマシンは俺以外の誰にも使わせる気はない。ひょうまずるいな。あれはオイセルと使っていいものじゃない。危険なものなんだ。過去は俺が責任を持って改変する。俺を信じろ、フェイリス。分かったにゃ。サングラスと耳栓を決勝前のフェイリスに渡してほしいにゃ。そうすれば妨害なんてへっちゃらで 100% 勝てるにゃ。
で何してるにゃ。お前に会いたくて待っていたのだ。はにゃ、もしかしてそれって愛の告白かにゃ。大事な試合の前にそんな告白されても困るにゃ。なんでだよ。勘違いするな。そんなわけがあるか。今日の今日はノリが悪いにゃ。いつもならもっと言い返してくるはずにゃ。決勝前でナーバスなんだからもっと盛り上げてほしいにゃ。いいから聞いてくれフェイリス。これはお前が決勝で勝つための重要なことなんだ。重要？でも今日はライネットのルールちっとも知らないはずにゃ。いや、ルールとかそういう問題じゃなくてだな。じゃあ何なのにゃ。これを受け取ってくれ。今日もなんかキモいにゃ。普通プレゼントならもっと喜ばれるようなもの。そうじゃない、これは妨害対策なんだよ。にゃ。いいか、よく聞け。俺は未来から来た。知ってるにゃ。何？ちなみにフェイリスは宇宙から来たのにゃ。冗談を言ってるわけじゃない。俺は確かに今日の夕方6時から飛んできたんだよ。今日のライネットグラちゃん決勝の結果を俺は知っている。聞かなくてもわかるにゃ。フェイリスの圧勝。いいや、お前は負けた。にゃおだが、それは敵チームの妨害にあったせいだ。だからその妨害からフェイリスを守るためにこうしてサングラスと耳栓を持ってきたわけで。聞いているのか。フェイリス？うにゃー！今日のにゃんバカー！今日はフェイリスにとっては大事な試合なのによくも負けるとか言ったにゃ！フェイリスをへこませるなんて、さてはバイラルアタッカーズの回し者かにゃ！いや、だから実力で負けたわけではなく、どうしてもお前に勝ってもらわなければ困るのだ。だからフェイリスは負けないにゃ。そうよ、そんなキモいメガネなんてかけたくないにゃ。フェイリスは常に可愛いからこそファンのみんなに喜んでもらえてるのにゃ。
を最後まで聞いてくれ。フェリス、頼む。これにはマユリの命がかかっているんだ。余裕かましてるじゃねえか、チャンピオン。ストリートに舞い降りたライネッターカイの黒い魔女ケンザ。俺の名はシド。数字の4に温度のドでシド。バイラルアタッカーズのリーダーをやってる。バイラルアタッカーズ。がっかりだぜ、チャンピオン。てめえが体勢に凝った格好をしてるだけで俺は触ってる。そのくせ決勝前にヘボそうな男との汚れた愛に浸ってるとはね。シャムネコを気取ってるてめえの白い毛並みを俺が今日のデュエルで漆黒に染めてやる。そうしろとささやくガイアだ。黒猫はディザスターの象徴。俺の黒い輝きはお前という影を消し去る。ライネットのニュージェネレーションを迎える。俺という生きるロックマインド、女どもはもう虜だぜ。もっと静かに集中させてほしいにゃ。フェイリス、待てと言っているだろう。話すにゃ。頼む、俺の話を聞いてくれ。おい待て、ライネットの真に最も近い男を無視してるんじゃねえ。いや、お前に用はないからこっち見るな。
俺をライネット界の黒い貴公子と知って言ってんのか。ライネット界の黒いクジャクじゃないのか。さっきと言っていることが違うぞ。黒いクジャクであり黒い貴公子なんだよ。黒はライネットの象徴だから。黒と言いたいだけ。バカにしやがって。決勝のデュエル前にここでそのメス猫を黒染めてやるよ。俺に触れたらどうなる？知ってるか？ドライアイスはただの火傷。それは火傷ではなく凍傷だ。な、フェイリスにちょっかいをかけてくるなと言っている。ポエムならばチラシの裏にでも書いていろ。汚れたラーマ。違うな。笑われているのは貴様だ。10円ハゲの黒いクジャク。な、この俺のマインドに新刊が走ったぜ。てめえ、俺のアンタッチャブルな黒点をなぜ知っている？誰にも喋ったことはねえのに。案ずるな4度 C。 俺は狂気のマッドサイエンティストにしてタイムリーパー。全てを見据えるのは王院強魔なのだ。4度 C じゃねえ、指導だ。許さねえ、てめえら絶対に許さねえ。伊達丸の名にかけててめえらを俺の庭である黒いヘルに召喚してやるから。シドの弱点を見抜いたのにな。誰も知らない情報だったのに。言っただろう、俺は未来から来たのだと。ああ。それより頼むフェイリス、これを受け取ってほしい。とにかく持っているだけでいいんだ。でもフェイリスが泣けるなんてありえないや。実力ではお前が上だ。だが今話して分かっただろ。奴らは明らかにドキュンドクだ。ライネッターにふさわしくない行動も勝つためなら平気でやってくるぞ。そこまで言うなら。本当に持つだけにな。それでいいかにゃ。ああ、決勝戦で絶対に必要になるから手放すなよ。
会場の皆様お待たせいたしました。まもなくライネットアクセスバトラーズグランドチャンピオンの座を決める決勝戦を開始します。激突するのはこの2組だ。まずは我らが女王、前回大会のディフェンディングチャンピオン、燃えるメイドインキャット、ウェイリース、ニャーン、ニャーン。ダークホースならぬダークピーコック。初参加ながら対戦相手の危険などのトラブルを経て勝ち上がってきた黒の絶対レード、ファイラールアタッカーズ。フェイリスさんを応援してくれよ。ちょ、オカリン、それについても知らない？グラちゃんは2人でタッグを組んで戦ってくんだよ。でもフェイリスさんはデュエルパートナーに似合う人がいないって理由で1人なんだ。2人の方が明らかに有利なんだけど。
ってさ、それでも冬のグラちゃんでは優勝しちゃったんだからかっこいいよな。そこにしびれる、憧れる。バイラルアタッカーズというのはどういうチームなんだ？あんまり詳しくないけど、かなり攻撃的な戦術を取るチームらしいよ。ただそれ以上にうさんくさい噂をよく聞くんだよね。取り巻きがいっぱいいてさ、いつも群れてるんだ。そいつらを使ってデュエル中に対戦相手への妨害も平気でするって。ここまでグラチャンで対戦したチームのうち半分ぐらいが途中棄権してきてる。それだけじゃなくて、秋葉とか池袋とかによく出没してオタク狩りまでしてるとも言われてるし、とにかくライネッターからはすごく嫌われてるのだぜ。そんな奴らがなぜ野放しになってるんだ？そりゃ証拠がないからっしょ。ライネッターって子供とかオタが多いからさ、あんな黒い連中に脅されたら怖くて何も言えないって。二人タッグでどういう戦い方をするの？要するに相談できるんだよ。二人分の考え方が加わることで相手に駒の配置を読みにくくさせるんだよ。まあ心配ないって。フェイリスタンならあんなドキュン連中一瞬でフルボッコだから。準備はよろしいですね。それではライネットアクセスバトラーズグランドチャンピオンシップ決勝戦、we'll be right back.
フェイリスどんな作戦で行くのだろうか。フェイリスさんはスロースターターっつうか、前半は相手のカードを見極めることに重点を置くから結構慎重なんだ。その代わり終盤になるといつも大逆転しちゃってるのさ。今回もそういう作戦で行くんじゃね。何か出るか。うけー、どうした。よりによってフェルスカードを取っちゃったよ。フェイリスさんにしては珍しく最初から攻めてるな。決勝で作戦を変えてくるなんてバイダルを相当警戒してるのかも。どうやらチャンプのメスだとは黒と不着のヘビーロックな翼に大きく決まってるらしい。焦ったし臆病なメス猫がブルブル震えているのか。俺の打撃作戦を変えてきたように間違いないと支えてくれ。俺の伊達悪カードメス猫のことは気にする。最初から知らせてもらって考えていることはそれが分かっている。俺の前に何故に攻撃する。こうしてこの国に攻め込んでだから急いで撮影を変更し、俺たちを遅かった。そんなエレガントさのかけらもねえ存在じゃ、俺たち止まらねえ。なぜならバイラルアタックだ。来年の警告状を送る男たち、私たちが各地が逆し。よく喋るな。バイラル強え。でもああやって相手にプレッシャーを与えていくのもライネットじゃ結構重要なんだよね。いかに相手を動揺させるかっつうの。そこから相手のカードの配置も読めるわけで、意外と殺伐としたゲームだ。実はライネットって子供より大人に人気あるんだお。アニメだってさ、絵柄は子供向けなんだけどストーリーは結構ハード路線なのだぜ。そしてキラリちゃんは超エロい。わっ
見ろ、赤い光線が。ダメだ、わかんねえ。でももしオカリンが見たのが本当だったら、客席のどこかにいる奴らの妨害行為だお。バイラル許せん。レフェリーはなぜ辞めさせないんだ。レフェリーが見てないタイミングを見計らってるのかも。おかわり、どこ行くんだよ。バイラルの下のも探す。妨害行為をやめさせるんだ。これだけ人がいるんじゃ見つかりっこなくね。
んだてめえは。そこまでだ。フェイリスの妨害はさせない。こんな動くな。動けば撃つ。チェンジディレクトリー使うの。
大逆転の一角だったのか。だが、俺は黒の魔術あらゆる女を取り込んで、来年大会のダテ悪いニュースじゃない。俺のクールなブラックブレインは、それぐらいお見通しなのか。というよりも、完全にてめえの身じゃない。伊達丸的に考えれば、てめえが持ってるリスカードは交換したカードの方ってことになるのさ。確かめるまでか。すでにこの黒の契約の戦車がいる。俺のエレガンでしまう。てめえのクレイジーなカードの中身が増えた。交換した一枚がウィルス、一枚がリスカード。両方取ったって勝つのは俺たち黒の貴公子なんだよ。世界はこのライネットステメス猫キャンプは今、元キャンプへと駆け込む。俺たちバイラルアタッカーズの最高に壮絶で最高にセクシーなニュージェネレーションシーンが開幕を。何勘違いしてるのにゃ。あ？この勝負はまだ終了してないのにゃ。
何ドリーミーなこと言ってんだ。すでに勝負は決した。無駄なあがきだ。あなたが今取ったフェイリスのカード、よく確かめたらどうにゃ。まさか。そんなはずはねえ。伊達丸的にありえねえ。そんなバカなことをするはずがねえんだよ。チェンジディレクトリでウイルスカードとウイルスカードをあえて交換するように見せかけるなんて無駄なことは、あの不利な状況でできるはずが。いいから、そのカードを早くめくってみるにゃ。なんと、リンクカードだと思われていたそのカードは、ウイルスカード。